これはもう勝つしかないでしょ。はい、負けられませんね。ねえ、負けたら、はい、お寿司というニックネームが剥奪ということになっちゃいますから、かなり人生がかかったレースとなっておりますよね。そうなんです。それはちょっと本当に頑張りますね、はい、そうですね、はい、そして加藤志保さん、はい、お寿司で加藤氏が勝つしかない。あ、なるほど。これは金村さん取られてしまいました。やり返さないと。金村さんも、金村美久を押すしかない。ねえ、これはやり合いバチバチですね。しかない。加藤さんも自信ありということでございますね。